部落について初めて知った人が驚くのは、いや、未だに部落差別という理不尽なものが現存してるんだっていうようなことだと思うんですよ。じゃあこの問題についてなるべく手短に3つの論点に絞って説明したいと思います。1つ目は、じゃあ差別って何なのかっていうね、差別の定義の問題ですね。で、2つ目は、じゃあ差別される対象、地域だとか個人というものは何なのか、どういうふうに決められるのかっていう問題ですね。で、3つ目は、いや、これ結局個人によるんじゃないかっていう問題ですね。で、1つ目のね、じゃあ差別は何なのかっていうことなんだけども、これは例えばエタとか否認とか童話とかね、そういう部落に関する言葉を発しただけで、お前は差別用語を言っただろうね、童話って言うただとか言って、そうやって非難されることがあるんです、現実に今でもね。で、そしてまあ特に最近の問題として、部落の場所をね特定する、そしてここは部落だよって言うだけで差別だっていう風に言われてしまうんですよね。国の機関、法務省がもうそんな風に認定してるんで、ある意味この部落探訪やってるこのチャンネルもね、差別だなんていう風に言われるわけです。そうすると、まあ、視聴者の方に考えてみていただきたいんだけども、部落探訪ってあれ差別ですかね。そうすると、そんなね、いい加減な基準で差別がどうかっていうふうに決められるんだったら、差別があるかどうかなんていうことをね、論じても意味がないんじゃないかと、何でも差別にできてしまうんじゃないかっていうふうに思いませんか。ただ、まあ、明らかにね、部落に住むことで、理不尽な扱いを受けてる、例えば部落には貧困者が多い、不良住宅が多いみたいな話だとか、あるいは就職だとか結婚を部落だという理由で断られる、まあそういうものは差別だとしましょう。そこで2つ目の論点ですね、じゃあ対象となるその部落とか部落民って何なのかっていうことですね。そうするとですね、例えばね、融和事業とか改善事業とか、その部落を改善しようっていう事業っていうのは昔から行われてきたわけです。で、童話対策事業もそうです。で、そういう対象っていうのは貧困地域なわけです。まあ、江戸時代からね、歴史的に部落だったっていう場所でもね、そこが、例えばもう近代になってからもう都市化しちゃって、で明らかに住んでる人も豊かになってっていう状態になったら、そういう地域をですね、そのブラックのため の、 その改善事業の対象にするかっていうと、されにくいわけですね。で、当然その童話対策事業の対象っていうのも、それはあの貧困地域であるほど対象とされる可能性が高いわけです。で、個人に目を向けると、童話対策の例えば税の軽減だとか給付金だとか、そういうものっていうのはやっぱり貧困者ほど受けようっていうことになるわけです。で、お金持ちの人がわざわざなんかね、給付金受けたりとか、そういうことはまあ辞退する可能性が高いですよね。そうするとやっぱりその部落でね、その施策の対象っていうふうに認定される、まあ集団地域っていうのは貧困層が多いということになってしまうわけです。そうすると循環論法に陥ってしまうわけです。まあどういうことかっていうと、あの例えばじゃあその貧困者が多い地域を部落というふうに認定します。で、貧困者を部落民と認定しますということにした場合に、じゃあ部落民が貧困かどうか調べてみましょうっていうことになったら、それおかしいと思いません。それはもともと貧困者を部落というふうにね、認定したわけだから、それは貧困者が多いとか、そういう結果になってしまうじゃないですか。だからそのじゃあ対象をどう決めるかっていうこともね、相当言いがけなことなので、じゃあまあ言い方を変えると、差別される人たちを認定して、いまだにこの人たちは差別されるんだって言ってるようなもんです。だからそういう意味で循環論法ですね。じゃあもう一つ、三つ目の問題、これは個人によるっていうことです。まあ一説ではね、あの世の中の人の大体 1% ぐらいはですね、精神病を患うみたいなデータがあるんですよね、あの統合失調症で。さらにはですね、まあ今のご時世ちょっとよく話題になるけど、陰謀論ですね、陰謀論だとかこうカルトにはまったり、まあそういう人たちっていうのはやっぱり1割ぐらいはいるんじゃないかっていうことですよね。じゃあそういう人たちの言ってることが正しいのかっていう問題があるわけです。まず一つ、自分は差別されたっていうふうに主張する人たち、じゃあ自分はその貧乏な生活をしてると、お金がない、まあ経済的にね、恵まれてない、そういう人が例えば結婚できない、就職できないっていう風になった場合、それはまあおそらく経済的なことが原因だろうということになるわけですね。
まあ、でもその善悪というのは抜きにしてですよ、それをいや自分たちが貧困に陥ってるのはその部落差別のせいなんだ、だからね自分が結婚できないのも就職できないのも差別なんだとかね、まあ、あるいはその、まあ、相手方がねいやちょっとお金のない人はどうも結婚はしたくないなみたいなことを言われた場合も、まあ、そこを曲解してですねこれは差別だっていうふうに言う人もそれは当然出てくるわけですよ。でなおかつそのもうマッチポンプのマッチの問題ですよね、まあ、役所とかねあとは解放同盟なんかは未だに差別がある、あの部落民と結婚したら部落民とみなされるとかね、部落になんかこうもう10年20年住んで子供が生まれたらもうその人は世間は部落民とみなされるんだとかいうそういうことをねもう一生懸命世の中に広めてるんで、やっぱりそういうのを真に受ける人が、あそうなんだ、部落民と結婚すると差別されるんだなとか、部落に住んだら差別されるんだなっていうふうにね思ってですね、まあそういうふうに信じ込む人っていうのはやっぱり少ないとは思うんだけども、でもやっぱりこうカルトとか陰謀論にね傾倒する人が世の中には、まあ、少なくても一定数いる。でそういう人に限って声が大きいっていう実情があるんで、そうするとやっぱ自分は差別されてるんだっていうふうにね、その実際はこれよくよく調べたら別に差別でも何でもないんだけども、差別だって主張するっていう人が出てくるっていうのはこれはもう想像に難くないことなんです。じゃあ差別する側の問題、例えばじゃあ部落の人に対して理不尽な扱いをする人、その部落民だからもう血が汚れる、もうこういうのとは結婚したくないっていう人がいるのかどうかっていうことになると、いや僕はいると思いますよ、それは一定数は。 だけどそういう人たちってね、まあ、ツイッターとか SNS なんかで調べてみたらわかるけども、電磁波攻撃されてる集団ストーカーにね付きまとわれてるとか、まあ、そういうことを言ってる人が結構多いんです。あとスピリチュアル系なんか占いとかそういうのにハマってる人とかね、まあ、やたらそういう迷信だとかね、そういうものにハマる人っていうのはやっぱ一定数いる。でそういう人は本当にね、部落民と結婚すると血が汚れるとかね、そのあと全国の部落民がこう一致団結してですね一般民を攻撃してる集団ストーカーをしてるとか、まあ、そういうふうにね本気で信じ込んでる人っていうのも一定数いる。でまあこれもまた問題なんだけど、まあ、そういう人たちがいて声が大きかったりするわけです。とすると、まあ結局そのまあこれが人によるっていうことですね。世の中にはおかしな人はどうしても一定数いる。で、おかしいとかいうレベルじゃなくて、もうこれ病気っていう人もどうしても一定数いるし、まあそういう人の声が大きいっていう問題があるから、だからそういうことをですね、考えれば、じゃあブラック差別っていうものはなくならない。つまり何でも差別って言えてしまう。そのこれは明らかに差別っていうより病気だったり、まあ、ある種ちょっと境界的な人格障害なのに、そういうものも差別だっていうふうに、ね、なってしまうんですね。だからそのブラック差別があるかどうかっていうのはね、もうこれは水かけ論になってしまうと思います。ただね、僕は結論から言えばもうないと思っていいと思います。まあ、はっきり言ってね、自分がブラック民なんていうことはね、言わなければね、わかんないわけだし、まあ仮にブラックのど真ん中に住んでね、そのブラックに多い名字の人だったとしても、違うってね、いうふうに言い張ってしまえば、じゃあそれを、いや、お前は絶対ブラック民なんだって言ってね、そういうふうにね、その、無理やり認定するっていうこともできないわけです。だから、まあ結論から言うと、僕はブラック差別っていうものはないんだっていうふうに考えていただいて、全く差し支えないと思います。で、それでもなんかね、その差別されたっていうふうに主張する人は、まあある意味勘違いっていうふうに思えばいいし、そのブラックの人間と結婚すると血が汚れるっていう人は、まあそういう人はちょっとある意味その病気だったり、その人格障害みたいな人なんだなっていうふうに思っていただければいいんじゃないかなというふうに僕は思います。ということで今日はね、ブラック差別まだあるのかという、まあそういうお話でした。